航空自衛隊の紋章本校では、航空自衛隊の歴史について記述する。保安隊航空学校の学生1951年春、警察予備隊は、アメリカ陸軍で使用していた連絡、偵察、弾着観測用であるエルキの導入を決めた。このため、浜松南基地で、航空学校の創設準備と飛行訓練の準備が始まる。第一回エルソー学生は、陸、 海軍パイロットで構成され、次期学生に対する共感要因でもあった。1952年10月15日に、警察予備隊は、保安隊に改組され、浜松には、航空学校が設立される。保安隊航空学校の初代校長は、元陸軍中佐の紛養光分であり、幕僚は、旧陸海軍出身者が均等配置された。経験者技量回復訓練は、 アメリカ空軍主導で実施されたが、学校設立後は、学校主官、アメリカ軍支援の体制になる。パイロット要員の教育は着々と進んでいったが、その教育は当初英語で進められた。このため、旧軍出身パイロットの中には、英語会話能力が不足している者がおり、アメリカ人教官による評価で、技量優秀であっても、英語を理解できないとの理由で学生が淘汰されたり、 あるいは失望して自ら去っていった者もいた。1953年に入り対日軍事顧問団の設置を受けて、アメリカによる軍事指導と軍事援助は本格的に指導する。朝鮮特需に伴い武器の製造が認められ、各管区に連絡機部隊が編成され1954年中頃に配備は外省する。同年秋頃に保安庁保安局内に 制度調査委員会別室が設けられ、対日軍事顧問団内にもこれに対応して、航空班が設立される。防衛力整備計画第7次案にて、後の航空自衛隊の編成装備の骨格が形成され、新組織創設を含めた昭和29年度予算の要求作業が始まる。1954年2月に航空準備室が発足。3月に、 航空自衛隊要員の公募計画が決定され、対日軍事顧問団に対して基地返還や共同使用の要請も開始される。5月、松島基地にて極東空軍との間で飛行教育訓練が始まり、6月に臨時松島派遣隊が編成され、対日軍事顧問団航空班は空軍部に昇格している。防衛庁設置法と自衛隊法が交付され、 初代航空爆料長に植村健太郎が爆料副長にさなぎ木武しが決定される。発足前の6月10日にはアメリカ空軍による航空規制病院の実務教育が始まり、同月22日には T-6 練習機を用いての第一期操縦学生に対する T-6 操縦教育が始まった。 黎明期の航空自衛隊ジェット機1954年7月1日、航空自衛隊が発足する。初年度の保有機は T-34 練習機56機、T-6 練習機63機、T-33A ジェット練習機、C-46 輸送機16機、KAL-2 連絡機1機の陣用でどれもアメリカ空軍の供与機であった。 昭和30年度予算は102億円で、同年度の陸上自衛隊の予算は約550億円であった。発足当初の組織は越中島に置かれた航空爆料幹部松島基地の臨時松島派遣隊だけであり、少し遅れて同年7月6日に浜松基地にて操縦学校が編成される。同年8月に幹部学校が9月に通信学校。 整備学校第一航空教育隊及び補給どころが編成され、10月には北部、中部、西部の3個訓練航空警戒隊が編成され、1954年末までに第二航空教育隊、臨時追求派遣隊、立川輸送航空隊及び臨時教材整備隊が編成される。同年6月に日米相互防衛援助協定等に伴う秘密、 保護法が成立し、翌7月には、日米業者間で、会 -86 回戦闘機と、T-33 練習機の国産化が認められ、9月には、3次衛隊間での航空機分属の取り決めが、防衛庁長官により決定された。8月には、アメリカ本国での留学が開始され、同時に、豊富では、幹部教育も開始される。1955年3月、 防衛力可燃計画が決定され、続いて昭和32年度防衛力整備計画が決定されるも、1956年の国防会議で国防の基本方針が決定され、1957年6月に第一次防衛力整備計画が決定された。これにより中期的な組織整備の目標が示される。同年9月に航空自衛隊幹部候補生学校が 甲府にて新編され、初級幹部教育が開始、11月に操縦学校第1分校と第2分校が開設され、12月には海、海マイナス86回戦闘機装備の航空団が、浜松にて編成された。また、アメリカ空軍との共同行動の必要性から、英語の需要があるため1956年1月に、浜松にて、英語教育隊が編成される。 1957年2月15日から2月18日まで九州方面にて航空自衛隊発の防空実動演習が実施される。また、1955年8月8日に操縦学校所属の T-34 練習機が低空旋回中に失速し墜落しパイロットは死亡する。これが航空自衛隊発の航空機事故かつ、 それを原因とする殉職者であった。一時防の下で航空自衛隊は拡張する。1957年8月1日、府中基地にて航空集団が編成される。1957年9月2日に、千歳、松島、矢野目、宇都宮、入間川、浜松、小月、三保、豊富、津域板月に完成文献隊と気象文献隊が新編され、 続く10月21日に、三沢にて、12月20日に、ニュータバル。翌1958年1月16日に、完成文献体が、新編。8月1日に、聖浜、小牧及び木更津に完成文献体が新編される。1959年6月1日に、矢の目を除く、全完成文献体が、完成体に改編され。 アメリカ空軍の管理下にあった日本全国を網羅する航空管制体制が順次引き渡されている。1959年3月末までに航空総隊北部航空方面隊中部航空方面隊西部航空司令所の主要部隊をはじめとして、第1から第4までの航空団、輸送航空団、航空保安管制機将軍、救難航空隊、実験航空隊、 完成教育団など、現在の航空自衛隊の基盤となる部隊、機関が新編される。この当時、最初の8年間だけで70名の殉職者を出しており、大中規模の航空事故件数も、昭和31年度で33件、昭和32年度は47件に及んでおり、1957年9月に、この状況を重く見た第3代航空幕僚長、 現田ミノルは飛行安全検閲を実施し、11月には航空爆量幹部内に観察官が新設される。これ以降、安全に関わる分野に多くの予算が注ぎ込まれ、物心両面において不備対策が推進され、航空事故件数は減少していった。そして1958年3月にヘリコプターを装備する臨時級難航空隊が新編された。 1959年6月1日に飛行教育集団が新編され、第11から第17までの投資、番号付き飛行教育団と第1航空団及び第4航空団が集約され、飛行教育部隊については一本化される。同年6月、寄付基地に置かれていた整備学校分校が航空自衛隊第30課学校に、9月に整備学校が航空自衛隊、 1> 第1十科学校に通信学校が航空自衛隊第2十科学校にそれぞれ改編される。1959年、百力地では、海 -104 税戦闘機受け入れのために滑走路、格納庫、燃料施設などの航空機受け入れ施設の整備が開始される。1960年3月30日から翌31日まで、初の航空相対防空演習が実施され、 航空機約300機が参加する。同年、戦後初の国産ジェット航空機 T-1 練習機の飛行が開始される。昭和36年度は単年度予算で、この単年度期間中の1961年6月に、西部航空指令所が西部航空方面隊に改編され当時の日本国内をカバーする3個、航空方面隊体制が完成する。他には、 中央航空通信軍の編成や、保安管制気象軍の保安管制気象団への改編、第20カ学校分校の航空自衛隊、第40カ学校への改編が実施されている。二次防においては、航空機戦機整備、地対空ミサイル部隊の整備、陸上自衛隊所管であった民マイナス3、内イキジャックスシステムの移管、 自動警戒管制組織の選定など大規模な事業が目白押しであった。なお、内気ミサイルに関して長沼分遁基地への配備をめぐり、後に長沼内気基地訴訟が起きている。1962年10月、管制教育団は航空自衛隊第5十0課学校に改編され、ここある10課学校は幹部学校及び、 幹部候補生学校と合わせて、十課教育本部の下に置かれることになる。また、同年3月22日には、臨時会 -104 訓練隊が編成され、1963年3月5日に、航空自衛隊発の会 -104J 戦闘機装備の第201飛行隊となっている。1963年1月17日に、陸上自衛隊の 第101校舎大隊が移管され、同大隊をもとにして、同年4月1日に第1校舎軍が奈良市野で新編され、4月17日に本部はイルマへ移駐する。1965年2月1日に春日ガにて第2校舎軍が新編、地対空ミサイルによる迎撃体制は着実に整備されていった。三次防の時代には航空自衛隊の編成は、 全国各地を網羅できる体制が整えられ、自動警戒管制組織導入のほか、戦闘機ほか各種航空機の国産化が推進される。1963年11月11日から15日まで、航空爆料幹部を含めた初の大規模、総合式書演習が実施される。この演習において、緊迫状況下での警戒、作戦準備、防空作戦、航空軍事輸送が、 日本全域を舞台に展開する。1969年10月に佐渡分遁基地にて勤務していた後に反戦自衛官として知られる小西誠による訓練拒否が問題となり初の自衛隊法違反事件として長年にわたり自衛隊の合憲性を問う裁判が行われる。1969年2月8日に石川県金沢市上空にて落雷の直撃を受けた。 海1百4 j 戦闘機が市街地に墜落し、多数の死傷者を出している。1971年7月30日、岩手県上空にて、全日空機、雫石衝突事故が発生。このため防衛庁長官、松原慶吉と共に、航空幕僚長、上田康弘空将は隕石辞任する。事故後、航空法は改正され自衛隊機にも、 トランスポンダとフライトレコーダーの装着義務が定められた。1970年3月にはヨドゴーハイジャック事件が発生し、航空自衛隊機が空中監視を実施している。1971年7月には国産の t 二高等練習機が初飛行を実施している。同年11月には C-1 位送機が初飛行し、1973年から 部隊配備が開始される。さらに、第二次回 X に採用された海マイナス 4EJ 戦闘機の導入が開始されている。四次方の下では近代化の推進、輸送能力の向上などが図られた。1972年5月15日、沖縄返還により、防空領域が拡大したため臨時な母検体が編成され、翌1973年に、 南西航空混成団が新編され領域防衛を担任する。第一次オイルショックの発生により原油価格が高騰する。昭和48年度予算では航空自衛隊のジェット燃料代は約28万キロリットルで42億円でありこれは無事調達された。しかし、翌昭和49年度は約32万キロリットルに対して約90億円の費用が確保されたが、 前年比で1リットルあたり2倍近くに冒頭している。さらに、航空自衛隊では燃料調達までのタイムラグへの対応や、有事備蓄を確保する必要性から年間予算で燃料代を消費しきるわけにわけにはいかなかった。結果、消費量を抑制しなければならず1971年までは、戦闘機パイロットの年間平均飛行時間七十八時間が維持されていたが、 翌年以降は、前言傾向に突入し1974年は160時間、1976年には150時間、そして1980年には140時間台まで減少している。これが160時間台まで回復するには1987年まで待たねばならなかった。これでもアメリカ空軍の約240時間や、NATO 諸国の平均約180時間には、 届かなかった。1974年から第3次海 X の選定が開始される。1975年6月、海 -1 支援戦闘機の初飛行が開始。1977年9月から部隊配備が開始され、後に装備化される80式空対艦誘導弾の組み合わせにより、ソ連軍上陸艦隊に対する対艦攻撃能力が飛躍的に向上する。 1976年9月6日、ベレンコ注意亡命事件が発生する。ソ連防空軍のミグ -25 戦闘機が突如、進度変更し、領空侵犯に備えた地と赤地の海 -4EJ 戦闘機がスクランブル発進し、接触を図ろうとした。しかし、海 -4EJ 戦闘機のレーダーの問題により、対象を発見できず、ミグ -25 戦闘機は、 函館空港に強行着陸する。これにより、現地周辺は、ソ連軍の奪還作戦に備えて、限界体制を取った。事態は、米国の介入もあり、武力攻撃を受ける事態には、至らなかった。1976年9月のベレンコ、注意亡命事件を受けて、空域警戒網の不備が露見したため、これを補うために、昭和54年度に、 E-2C 早期警戒機の調達が決定され、1983年に部隊配備が始まる。また、航空機調達に関連して1978年2月にはダグラス・グラマン事件が発生し戦闘機にまつわる疑惑が紛失する。さらに、56中行にて、会 -1CM 戦闘機の後継である FSX が開始される。 1977年5月24日から26日、及び5月28日から30日まで初の統合幕僚会議の計画による約7400人、航空機約150機が参加する、指揮所演習及び実動演習が実施される。翌1978年からは、日米共同訓練が始まり、コープノース演習を皮切りに急激に実施回数は、 増加するも1987年の実動演習の実施16回を最高に、冷戦終結後の実動演習は年4回程度の回数まで減少している。また、1979年10月23日から24日まで実施された日米共同による創作救難能力の向上を目的とするコープエンジェル演習が沖縄県那覇市沖にて実施され、 これ以降ほぼ毎年ごとに南西諸島区域で演習が実施されている。1978年3月、輸送航空団は3個輸送航空隊を例下とする体制に改変される。1981年2月に補給統制どころが航空自衛隊補給本部に改変される。1979年8月に就任した第15代航空幕僚長山田良一は、 その在任期間中にスクランブル機にミサイルの実装備をさせている。1980年に海 -15J 戦闘機の一番機がアメリカに手取得され空中フェリーで日本に到着する。1983年4月19日に C-1 輸送機2機が三重県鳥羽市沖の関東で立て続けに墜落する事故が発生している。 1980年代半ばには、ナイキ J 地対空ミサイルの後継として、民 -104 パトリオット地対空ミサイルの採用が決まり1989年から配備が始まる。最初の中規模は、海 -15J 戦闘機の取得数の増加を筆頭に各種装備の更新や近代化改修が図られた。1989年3月、航空支援集団。 航空教育集団及び航空開発実験集団が新編され、爆僚幹部直轄部隊が機能別集団ごとに管理されることになる。また61中規模機にレーダーサイトの支援や有事の救難を目的とするヘリコプター空輸隊が入間基地の部隊から川切りに次々と新編。この他に熊谷基地にあった移動通信隊を母体に第1から第4までの 移動通信隊が新編されている。1987年9月23日から10月16日まで人員約4万9000人、航空機約700機が参加する、初のアメリカ空軍との本格的共同実動演習として空自総合演習が実施される。同年12月9日には南西諸島上空において領空侵犯したソ連軍機に対する、 警告射撃事件が発生している。また同月に空将の森重弘が退職したことで自衛隊から旧日本軍出身者が消えた。1992年4月に政府専用機を運用する特別航空輸送隊が新編され、平成6年度末までには自衛隊三沢病院が指揮監督下に置かれる。1993年9月29日から10月12日まで、 人員約4万5千人、航空機約570機が参加する、初の全自衛隊規模及び、アメリカ空軍共同の実動演習が実施される。1995年11月22日には、石川県の都半島沖にて、海 -15 両機撃墜事故が発生する。08中規模以降、航空自衛隊は装備の更新を図りつつ、防衛体制の強化と、 戦略環境の変化に対応することになる。1995年に初飛行した回マイナスに支援戦闘機を平成8年度から調達を開始し、2000年から部隊配備が開始されている。なお、2005年にそれまであった溶撃機と支援戦闘機の区分が廃止され戦闘機に統一されている。平成10年度末までに、 昭和62年度より開始された12個基地、防空隊の編成が完了する。2000年5月8日、中央航空通信群、第1から第4の移動通信隊、通信監査隊及び通信保全隊が、航空システム通信隊に改編される。08中期防機の2000年5月、日野基長基地に所在していた、航空爆料幹部が、防衛庁本庁と共に、 一ヶ谷基地に移転している。1996年から派米訓練としてコープサンダー演習に c 1 3 0輸送機2機と携帯値、対空ミサイル機材を持ってアメリカ軍演習に参加しており、2003年5月から6月30日まで実施されたコープサンダー演習から正式に日米共同訓練として参加している。 1998年11月15日に統合幕僚議長搭載による初の統合演習が伊洋島で実施され航空自衛隊からは人員約150人航空機約10機が参加している。1999年6月21日から25日まで第七航空団の F-15 戦闘機6機警戒航空機には E-2C 早期警戒機2機が コープノース、グアム演習に参加。これ以降ほぼ毎年にわたり参加している。平成20年度から退役が始まった会マイナス4、EEJ 回戦闘機の更新を目的とする会 X が進められ、22中規模の遅れは、機種選定を難航させており、2011年中に、ユーロファイタータイフーン、会 A-18 位、A 海及び海マイナス35の3機種の中から次期戦闘機を選定する予定であったが、同年12月20日の閣議で海マイナス35に決定された。2012年度予算で4機分を計上、最終的に42機の取得をする。2015年11月、女性自衛官を戦闘機の操縦士に投用する方針が固まり、陸自と 同じく女性も全職種で勤務が可能となった。2017年7月、追記基地から第304飛行隊が移住し、戦闘機部隊が倍増したことを受け、南西航空混成団が南西航空方面隊に改編された。ありがとうございます。